なんだそれ。昔親父から送られてきたマンドレイク。叫び声を聞くと5秒で気絶して、そのまま聞き続けると死んじゃう。なんでそんな危ないものを育ててるんだ。楓さんが目覚まし時計の代わりに使ってるんだよ。一歩間違えば永遠の眠りにつくやつだろう。そこまでして早起きするなんて、私も見習わないと。やめとけ。